こんにちは、サトチンです。今回ですね、新しくできたかな、どんなものがあるのか全体的にね、紹介できたらなと思います。それでは早速行ってみましょう。ちょっとしたね、クレーンゲーム、まだ現在できないんですけれども、いくつかあります。館内に入るとまずこちらですね、入り口にはフードコートもあります。フード&ドリンク、こちらがボルダリングですね。ボルダリング、各所にボルダリングあるんですけれども、で全体的に行ってみましょう。こちら、まあ後でやるんですけれども、ジャイアントウォールありますね。マッスルチャレンジ、アスレチック見たくなってるね。どれぐらいの難易度なのでしょうか。で隣に行くと卓球があります。でアーケードゲームもいくつかありますね。でトランプリン、これやってみたいっすね。 1,2,3,4,5,6 6箇所あります、トランプリン。はい、見渡すとですね、もう各所にアーケードゲーがあります。懐かしいのがめちゃめちゃある。よくゲームセンターで見かけたものがありますね。やばい、これ懐かしいんですけど、腕相撲のやつ。このキックもね、昔やったことありますね。ってな感じですね。10月1日2日3日グランドオープンだそうです。あれ見て、あれあれあれ、もしかしたら電動ジャンピングバーグルピョンって書いてあるから回ってるんだと思う、多分ゆっくりだと思うけど、マックススピードにしたらどうなんだろうね。あれ面白そう。でここにもですね、クライミングがあるんですよ。クライミング、こっちは高さがあります。さっきは横だったけど、いやーすごいね、高いね。20メーターぐらいあるのかな、下手すりゃ。すごい高いです。これ安全のケーブルかな、これ。はい、何やらですね、キッズランド、10歳以下のお子様がご利用可能ということでね。ドラえもん、アンパンマン、トーマス。はい、それでは上に参ります。上に参るとボーリング場があります。久しくやってないです。いや楽しみですね。はい、上がってきました。見て、さっきのところここから見れるっていうね、まあ、ここから上がれるわけじゃないですけども、一緒に来た人がね、ここから写メ撮れますね。これね、めっちゃやったね。ゲームセンターでめっちゃお金入れて全クリ目指したね。メガネがいらない 3D、で、まあ今はね入らないんですけども、カラオケコーナーもありますね。すげえ。で自販機があって、ミュージックガンガン、初めて見た。はい、こちらがですね、クロスポ、スポーツエンタメパーク、クロスポ八王子店さんのボーリング場となっています。すごい、ボールがめっちゃ綺麗なんだけど、まあ当たり前か。すげえ、やっていきましょう。めっちゃ球が綺麗でね、反射するのよ。1ゲームで何ピン取れるのか。やばすぎた、面白すぎた。いきます。下手すぎる。すさまじい記録が出ました。なんと86。100いくまで終わりまてん。やってみましょう。はい、それでは2ゲーム目、9に落としました。重かった。9で投げるのとかね、いつぶりだろう。中高生時代はね、9ぐらいで投げてましたね。いいね、コントロールがつく。コントロールいい、9。
よし、た。下手くそが143でした。まあまあでしたね。ボーリング会場から下のフロアに降りてきました。トリンプリン、トランポリンです。うおおお、これ天井についちゃいそうじゃない。ね、はい、トランポリンコーナーが終わりました。見てこっち、難攻不落の3レベルマッスルチャレンジ。レベル1、スモールマウンテン、バランスストーン、バランススロープ。レベル2、ジャンプマウンテン、スパイダーウォーク、ターザンロープ。レベル3、ターザンロープ、スパイダーウォーク、クリフチャレンジでした。やってやってやって、壁です。壁這いつくばっていって、これをこうやっていきます。圧倒的腕力、腕力腕力腕力っていきまして、はい、一番端はですね、結構簡単そう、子供でもできそうな感じですね。こっち行くぜ、頑張れおっさん。もうこれだけでいっぱいいっぱいよ。こりゃたまらん。よし、それともこうするのか。これは明日筋肉痛なパターンや。このスニーカーで渡れるのかが勝負だよね。よし、いけるいける、滑る、いった。ここに足乗せようと思ってね、下見てた。そしたらあそこにデコぶつけました。いやー、ハプニング。うっ、おい、ここね、もうできない自信しかない、体が重いから。ジャイアントボールやっていきます。ワンモアワンモア。なるほど、これ、ね、滑らかにいくと思いきや、これねもうまっすぐなんですね。ここそう、もうちょっと登りたいところだけど、もうここから行く感じなんで、結構掴むのが難しいと思いました。以上、おじさんのジャイアントウォールでした。自由に行くよ。あ、黄色いいね、黄色。オッケー、ゴール？ゴールですか？はい。いやね、一番降りる時の勇気がいるかもしれない。まあ慣れてないからさ、はあ、よく登れたな俺。ということで以上クライミングでした。はい、というわけでいかがだったでしょうか。最後はですね、ボルダリングデザインコンペティション最優秀賞のデザインですね。これデザインしたんだね、すごいね、おめでとうございますって感じなんですけれども、いやおじさん疲れちゃったね、久々、もう腕パンパンよ。詳しい詳細はね、動画概要欄の URL をチェックして見てください。すげえ楽しかったです。
それではこの動画楽しんでくれた方、ぜひ高評価、そしてチャンネル登録お願いします。以上、グランドオープンしたクロスポレビューでした。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。